語り合い清水九兵衛は彫刻家、陶芸家。日本における中小彫刻の第一人者である一方、京焼の名家として知られる清水六兵衛を襲名していた。名は広氏、旧姓は塚本。愛知県大久手町に生まれ、愛知一中、現、愛知県立朝日川丘高等学校へ進学。第二次世界大戦開戦直後に、名古屋高等工業学校で建築を学び、 主にイタリアのファシスト政権下で存続していたモダニズム建築に興味を持った。沖縄戦から生還し、戦後は東京芸術大学美術学部中勤下で彫刻を学んだ。在学中に京都の清水焼の名跡、六代、清水六兵衛の養子となり、陶芸を始めた。1953年に大学を卒業し、陶芸家として、 評価を高め日展の審査員も務めたが、そのまもヨーロッパ、特にイタリアの現代彫刻に関心を持ち続け、1967年に日展王子市陶芸をやめ中小彫刻の制作を開始した。1960年代末のヨーロッパ留学を経て、西洋の彫刻の持つ強い表現への意思とスケールの大きさ、公共空間や古い建築空間への調和などを見て、 影響を受けるが、同時に西洋の剣道な建築や都市空間への違和感も覚え、日本の風土に適応する近代彫刻の可能性を探求することになった。この後、作品が周囲の環境に溶け込み調和するような神話をテーマとすることとなった。1970年にそれまでの真中に代わり、アルミ合金を鋳造して艶消しした中小彫刻の制作を開始。 大地から足を伸ばす、垂直性と足の上にアルミの有機的な形が大きく横たわる、水平性を強調するスケールの大きな彫刻を多数制作し、ビルの公開空地や広場など公共空間に置かれるパブリックアートも多く手掛けた。1981年に7代、清水六兵衛を襲名。陶芸活動を再開し、夏季などの制作を行う一方、 彫刻制作も引き続きいった。2000年に、長男の清水正樹博が8代、清水六兵衛を襲名した後は、彫刻に専念し、アルミやステンレス、等を組み合わせた造形を模索した。アフィニティ、L。ありがとうございます。